今日はいろいろ全部まとめて紹介していきます。ちょっといろんな種類があるので残り全部紹介していきたいと思います。桃のスクイーズになります。こちらは周りが白で、こちらはピンクがかった桃になります。すごい低反発です。こちらはイチゴです。これも低反発です。季節外れですがスイカになります。この裏側の模様がすごく綺麗です。そしてスクイーズなのかなって思うんですが、こちらキュウリになります。めっちゃ高反発です。こちらがチンゲンサイになります。はい、続いてキノコ、こちらもキノコになります。すごく低反発のバナナ、マンゴー、カリフラワー、低反発なカリフラワーになります。タイの魚、サンマ、黄色いソフトクリーム、大きめのソフトクリーム、青いソフトクリーム、小さいソフトクリーム、ふわふわソフトクリーム、これはマンゴー味かな、抹茶味、バニラ、赤いアイスになります。ミニのアイス、チョコスプレーがついた棒付きアイス、これはこの棒もすごいペタペタしていてとても柔らかいです。ナッツのついている黄色いかじりかけのアイスです。コーン付きのアイス、いちご味、ピザ、この生地の部分が柔らかいです。すごくリアルにできてます。高反発のエッグタルト、キティちゃんのドーナツ、町のカフェベーカリーパンスクイーズビシーです。すごいイチゴの匂いがして、そしてすっごい低反発です。モニモニミニソフト、これはコーンまで柔らかい感じになってます。あ、もう一個ありました。そしてジェイドリームから出てる、これなんだろう、猫ちゃんかな、プニプニしています。そしてこれアイスクリーム、中がこんな感じでとっても可愛いです。メロンパン、リトルグリーンメン、焼き色がすごい可愛い、すごい綺麗な色のスティッチ、はい、この3つ、すごい可愛いです。デニッシュスケーズ、こちらキャンドゥで購入した柔らかストレッチボールです。ものすごく柔らかくて、そしてとっても気持ちいいです。ミニ焼きそばパン、パンの部分がすごいしっとりしています。ふわふわスクイーズくんになります。こんな感じで赤色と紫の色になります。これこの間ちょっと紹介したので開けないです。はい、こちらが小麦の輝きブルーベリーになります。これもすごい低反発です。では第2弾になるのかな、まだ第2弾は1個しか持っていないです。でこちらカステラになります。これはペタペタしていて、そしてすごく低反発になってます。超柔らかふわふわパンスクイーズになってます。ふわふわって書いてあるんですが、ちょっと高反発めです。キノコ&タケノコスクイーズのタケノコになってます。これも高反発です。ポテウサロッピーになります。低反発ですごい柔らかいです。ここに究極のいちご大福がありました。これが煮卵、はい、まだ紹介していなかったチルチル、とここに肉球のやつと、あとうわ、倒れてる、つむつむのムニムニしたやつがあります。ペコちゃんのほっぺ、もっ
チリスクイーズになります。これはすごい低反発。ここはね、プニプニしてます。ここからデルゾ系がちょっとあります。ミニオンのやつの、おいしょ、はい、バナナとここに出てきました。おいしょ、いちごのお土産コロネ。こんな感じでムニッと出ます。同じ色がもう一つあります。シュークリームの方、これはいちご味です。触りすぎてちょっとイラストが剥げちゃったんですが、お、ミニオンが出てきます。よいしょよいしょ。あとなんだっけ、プニット果実じゃなくてガチャガチャです。実が出てきます。とても実がなんかねクリッとしててすごい柔らかい。これはなんか変なバナナのやつあ、へこまない、こんな感じです。よいしょ、パンダ顔は出てこないな。こんな感じの可愛い顔してます。こっちもちょっと顔色が悪いやつ、四つ葉のクローバーが出るデルト系です。バナナ、これちょっと好き。おにぎり、袋に入っているハンバーガー、袋に入っているハンバーガーになります。ちょっと開けないまま紹介していきます。サッカーボール、すごい低反発です。粒カステラ、これはペコちゃんのキーホルダー、ペコちゃんのやつです。ちょっと高反発で、そしてちっちゃいのでちょっと触りづらいです。これも同じ種類でペコちゃんのほっぺになります。はい、ペコちゃんのソフトクリームになります。全部コンプリートする予定だったんですけど、森ファンタジーさんにいてももうなかったです。すごいこれはね、触り心地がとっても気持ちいいです。もっちもちしてます。こんな感じ。はい、そしてスイカバー柔らかスクイーズになってます。ちょっと後半発目かな。ドナルドのスクイーズ、ミニーちゃんのスクイーズ、超後半発な金のスクイーズ、マカロンのスクイーズ、卵のスクイーズ、低反発で卵の形でとっても可愛いです。ドーナツのスクイーズになります。これは低反発、ペタペタしていてとっても音もいいです。これはね高反発。こちらはミニストップのモーリーファンタジーで出たソフトクリームになります。すごいペタペタしてプニプニしてます。はい、大きめのソーセージになります。スライムになります。空気系です。なんかシャリの部分がちょっとテカテカしているような感じのサーモン、なんとすっごい低反発なんです。そしてこのエビです。中からプルンとエビの身が出せるやつで、パッケージは作りました。そして中身を入れてみました。こっちは尻尾はしまっ、あ、身は入ったままになってます。貝のスクイーズになります。この真ん中の貝の部分がプニプニしています。
反発です。たっぷりホイップふわふわシュークリームになります。こんな感じで真ん中にクリームが乗っていて、割と低反発めでふわふわしてます。ハートのドーナツ、ひよこ、つむつむのミニーちゃん、高反発になってます。足を組んでいるクマ、ちょっと熟しすぎたようなバナナ、餃子、顔が可愛い杏仁豆腐、キティちゃんのドーナツ、哺乳瓶、プニプニした芋虫、ふかりひき、ガチャガチャでやった卵型のチュルチュル、マグロ、この刺身の部分が伸びるやつ、伸びる大福餅、ショコラの香りになります。金魚餅が 1,2,3,4 つです。ガチャガチャで紹介し忘れていたどら焼きのあんこ、はい、そして次がゴロッと果物ゼリーが1つと牛乳果実プリンが3種類になっています。これは牛乳果実プリンです。そしてこれがラムネシャーベット、いちごシャーベット、レモンシャーベットにぶどうシャーベットになってます。こんな感じでとてもいい音がします。